はい、月です。今回は5月17日に行われたエクスペリアの体験会タッチ&トライの模様を、私がおおと感じた順、大げさに言うと衝撃を受けた順にカウントダウンならぬカウントアップでお伝えしていきたいと思います。2024年の新しいフラッグシップエクスペリア、エクスペリア1マーク6がどんなスマートフォンなのかについてはこちらの動画で解説していますので、ぜひ合わせてご視聴ください。では早速いきましょう。衝撃第1位は新機能テレマクロがすごかった。これは実演していただいたものをご覧になっていただいた方が早いと思います。ではどうぞ。このぐらいですと、はい、はいはい、寄って、ぐーっと寄って、ちょっと行き過ぎたね。これは使いたくなりますね。このぐらいまで。はい、まだ寄れます。もうちょっと寄りましょうか。ちょっと行きますか。ここまで行きます。はい、これ最短ですね、ほぼ。はい、寄って取るとちょっと手ブレが気になるんですけど、はい、手ブレ補正は効いてるんですか？そうですね、光学手ブレ補正は入ってます。ただもうどうしてもそのもう非常に近いところで取ってるので、はい、手ブレだけじゃなくて、はい、あの本当にちょっとした被写体ブレも非常にこう画面上で大きく見えてしまうっていうのはもうカメラの撮影としてもこれは、まあ、エクスペリアが悪いというよりもあの物体との距離の関係でそうなってしまうので、はい、一眼でも同じことは起きます。両手でしっかり持ってやってるんですね。そうですね、本当にしっかり持っていただいて、はい、今回であればちゃんと肘をつくとか手のひらで支えるとかそういったことをやっていただけると撮りやすくなる。でコツは画角を決めた後にフォーカスを調整する、はい、なるほど。それでここにピーキング来てますね。この黄色いところがピーキングの表示、はいはい、なのでここにフォーカスが合ってます、はい、で今回はここら辺に合わせたいのでちょっと黄色で見づらいんですが、まあ、見ながら、はい、少しこうしてこんな感じですね。もうちょっと分かりづらいですが花びらの周辺に黄色いポツポツが出てますね。でこれを見ながらでそうすると、まあ、こんな感じで撮れますと、はい、第2位は手に持ってみると思ったより大ぶりになっていた。サイズが違った。ホームページの写真などで比較すると21対9の筐体からあまり変わらない気もしましたが、持ち比べてみるとやはり違いました。エクスペリアらしさがなくなったと嘆いている方もいらっしゃると思います。ただその反面という意味を含め、個人的にはマーク5よりマーク6の方が使いやすくなったと感じました。第3位はディスプレイが明るい。サンライトビジョン機能がすごい。これも実際に見比べつつ担当の方に解説していただいています。全モデル 4K へのこだわり、比較感などもお話しいただいていますので、ぜひじっくりご覧ください。全然ちょっとごめんなさい、これ全然違いますね。デモとしては監督の聞いただけではなくてソフトのアルゴリズムとしての信頼性を持ち上げるという処理方法をしてよりはっきり差が分かるかな。なるほど、違いますね。ステージの視認性というのはユーザー様の声でいただいてますので、そこをちゃんと改善しましょうという取り組み。フル HD プラスにしたっていうのはやっぱりコストの関係ですか？まあコストもそうですけれども、はい、まあ、一番ネックだったのはやっぱりユーザー様の満足度が上げられるかどうかというところで、はいはいはい、改めてアスペクト比をちゃんと見直しましょうと取り組みました、はい、解像度を変えるっていうところに関してもその今回のこの視認性であったりゲームとかあと縦動画を見ていただくようなユーザー様にとっては、はい、まあ、フル HD にして電力を抑えつつ長時間楽しんでいただくというところにおいては、まあ、ゲームユーザーの方には一番響くポイントなのかなっていうのも、あと、まあ、その解像度、実際のハードウェアの解像度としては下げているかもしれないですけど、はい、人の目に飛び込んでくる解像感というところは、我々超解像技術というのを持っていますので、はい、それを利用することで、まあ、人の見た目としてはちゃんとイーブンにできるような画質設計を施しているので、例えばこのコントラスト感、質感であったりというところは、はい、全くデグレすることなく再現できているかなというところですね。はい、のギャラクシーのような、はい、まあ、他社製になっちゃうんですけど選択できるというか、はいはい、QHD にするとか、はい、まあ、その必要性も感じないほどフル HD プラスで十分というか、はい、それでも解像感保てるという
そうですね、我々ももともとのポリシーとしてはコンテンツ の、はい、解像度に合わせ込むっていうところだったので、はい、まあ、選択肢としてはフル HD もしくは 4K っていうところで、はい、間の、まあ、ワイド級 HD に関しては、はい、もともとコンテンツがそういうものがないので、なるほど、はい、あ、まあ、まあそこは意識してなかった、ね、そうですね、 あくまでもコンテンツを、はい、まあ、重視するっていう形を取りました、はい、4K 必要なかったんだとそうですね、我々としては、まあ、4K は必要ではあるものの、本当に大多数のお客様にとっては、うん、この 4K っていうところが本当に必要かどうか、もしくは画面を大きくしてでも動画が見やすくなった方がいいのかっていうところをやっぱり天秤にかけた上で、はいはい、今回選択させていただいたというところもあるので、逆にそのコストを考えなかった場合、このアスペクト比で 4K にするってことは難しいんですか、やっぱり。やろうと思えばできるにはできますね、はい、ただそのアスペクト比を変えた状態で 4K をやると、はいはい、まあ、変な話、ちょっとこっちよりも、はい、この大きさの方が、はい、そのサイズが大きくなるか小さくなるかっていうところが、まあ、ちょっと、はい、まあ、検討を完全に進めたわけでもないので、はい、オーレット使ってるので焼き付きがちょっと弱くなる可能性があったんですね。なるほど、はい、その形は例えばフル HD にすると輝度も上げれますし、焼き付けの対策としても耐性がすごく強くなるっていうところもあって、ある種材料としてのデメリットのところも考えていくと、まあ、フル HD が一番最適化になるかなっていう。大多数のお客様はどっちかといえば輝度を重視するお客様が多いので、それを一番に持ってくると、なるほど、はい、やっぱりその天秤をかけた時には輝度が 1.5 倍に上げれるっていうところのメリットが大きいかなと。元々我々もこのサイズ感の時には21対9の映画コンテンツをメインに捉えていたんですけども、うんうん、21対9コンテンツを今回のこちらのモデルにした場合にどのぐらいサイズ感がちっちゃくなるのかっていうのを、はいはい、確認をしたんですけど、はい、結局 1% 2% 変わる程度だったんですね、はい、なので21対9コンテンツを楽しむお客様にとっても、はい、あんまりその大きさ感っていうところが変わりませんっていうところが一つベースとしてあって、はい、でその上で、まあ、世界にあるコンテンツ一番は16対9が多いので、はい、そのサイズがどれほどの大きさで見えるのかっていうのを確認した結果、今回の新しいアスペクト比の方が、まあ、1割強大きく見えるっていうところが分かりましたので、まあ、今回それを考えた上で 19.5 対9っていうのを採用させていただいてます。特に最近は縦動画 TikTok の縦動画が増えてきましたので、はいはいはい、それを考えた時に黒帯が最小化できるのがこのサイズだったというのがあります、はいはい。第4位は統合されたカメラアプリが使いやすかったというもので、これまでのフォトプロがなくなって寂しく感じている方も多いと思いますが、 UI はともかく機能的にはほぼフォトプロといえる機能が備わっていて、トータルで見ると初心者にも使いやすく、プロ級の方にも納得の出来になっているのではないかと感じました。この簡単な撮影モードなんだけれども、ちょっとだけ石入れしたいなと、例えばマニュアルにしたいなっていう時に、このフォーカスをフォートの状態からマニュアルにしてもらうと、あそこの今帯のところにすっごい F があって、 F というかフォーカスがあったりするとか、逆に外したいなっていう時はこのカードに合わせたいなという時とか、これ使っていただくと、まあ、自分で合わせたいところを選べるというふうな形にもなっています。まあ、簡単モードなんだけど、ちょっと石入れしたいなっていう時にシャッタースピードとかマニュアルフォーカスとかを使っていただけるというような構成になっています。で、動画の方も基本的には同じです。動画の方も、ここで、オブジェクトを選んで色を変えるとか、フォーカスとかシャッターを、いじるということもできます。で、一つ特徴的なのが、このフィルターの中に S シネがあって、ソニーの強みの一つである S シネもやっぱり簡単モードでも使いたいというのがあるので、簡単モードでもしっかり使えるようなフィルターの中に一つ用意するということをしています。でもやっぱりこれでもちょっと追い込みたい、もっと作り込みたいという方はいらっしゃるので、その方たちに向けてはプロモードを揃えていただくというふうになります。プロモードはもうちょっとカメラの分光で UI 組み立ててまして、例えば P とか S とか M モードみたいなものも用意しています。で、M モードだったらシャッタースピードも触れるし、明るさも触れるし、も触れるので、一眼レフとかを触っているとやっぱこの3つで明るさ組み合わせて触られる方がいらっしゃるので、まあ、直感的に触っていただくということもやります。またファンクションの中には連写モードだったりとか、ホワイトバランスの AVG も触れるみたいな、こんな機能も用意しているので、これまでフォトグラフィープロで提供してた機能っていうのはほぼほぼ入っている。
でこだわった色合いとかこだわった撮影っていうのもできるっていうのが、まあ、特徴になります。また水準器出したりとか逆にもう何もいらないから撮影に集中させてくれっていうことであればこのディスプモードを切り替えていったりとかっていうこともできるので、まあ、よりそのこだわった撮影っていうところにフォーカスしながら作成したモードとなっています。クリエイターとしてもで、笑顔でちょっと無料感、まあ何でもいいので、このテレマークを体験したみたいな、すごいで、まあ嬉しいなと思います。あ、まあね、こっち側見せて、こういうふうに見せて、印籠みたいな、こう持つ。第5位はバッテリーの持ちがエグかった。これはあくまでメーカーさんのデモンストレーションによるものですが、全モデルの倍以上の電池持ちとなっています。ただゲームなど高負荷をかけた操作では違いが出ないかもしれませんので、そのあたりは実機で検証してみたいと思います。その他にもセンサーサイズは変わらないものの、望遠のレンズが刷新されかなり綺麗に撮れるようになっていたり、低表のスピーカー、オーディオ面にさらに磨きがかかるなど、全モデルからアップグレードしている点は多々ありますが、そのあたりについては実機で検証したいと思います。ぜひチャンネル登録をお願いします。昨年の発表会では Xperia 1 Mark 4 を片手にお邪魔して、熱で撮影が止まりまくったのでメーカーさんに対する私からの注文がかなり多かったんですが、今年持参した昨年のモデル Mark 5 はかなり熱に強くなっていて、また新モデル Mark 6 にはユーザー体験を上げるための工夫を感じましたので、特に注文をつけたくなる場面はありませんでした。もちろん価格で見るとペンが内蔵できてより大画面高解像度の Galaxy があったり、フォトグラフィーキットが付属する Xiaomi 40 Ultra の存在もありますが、オーディオ面やコンテンツ視聴などを含めるとそれらに負けていない Xperia 1 Mark 6 は戦える一台になったのではないかと感じました。ぜひ店頭で触ってみてください。この動画がご覧いただいた方のスマートフォン選びの一助となれば幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。